ばんは。スタッフサーフヒデの波乗りラジオ、全国のリターンサーファーに送る波情報ラジオです。この番組では本日の波情報の振り返りと明日の波予想をさらに一言付け加えていつも大体10分ぐらいでお届けしますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。今日は土曜日というところで、LINE でね、全体に配信という形でしていきたいと思っております。ちょっとね、今日の一言はですね、大好評非常に好評いただいているサーファーで100の言葉よりお届けしたいと思っておりますのでね、お楽しみいただければと思います。それではですね、まずは全国波情報、本日の振り返りからですけども、全国千葉北波予想ですね。あ、そうそう、それと今日は土曜日なので千葉北の波予想、こちらもね一緒にお届けいたしますので、よろしくお願いいたします。それではまず本日の振り返り、日差しの解消からのうねりは続きます。で、北海道にある低気圧からもねうねりが入ってるっていう感じがありましたね。日本海側はその低気圧からのうねりで届きました。北海道の、ね、低気圧からのうねりが届きました。太平洋側は東からのうねりが続いていましたね。はい、そんな感じですね、太平洋側は東からのうねりが続きつつですね、エリアによってはサイズが高まっているエリアもあったかなと思いますね。風は低気圧のかかるエリアで少し気になる程度かと思います。それでは明日ですね、10月30日日曜日、明日の全国波予想、明日の全国波予想は、東の海上からのうねりが続き、新たな低気圧からのうねりも出そうですね。東の海上、南東の海上って言えばいいかな、本州のね、そちらにね、低気圧がね、発生しそうなんですね。で、日本海側は北を移動した低気圧と大陸の低気圧からのうねりをキープしそうです。太平洋側は東からのうねりは続きつつ、エリアによってはサイズが高まるかもしれません。風は低気圧の周りで気になるエリアはあるかもですね。続いて千葉北波情報、10月30日日曜日、潮回りは中潮、満潮が8時34分、干潮が13時5分、日の出が5時58分、日没が16時48分というところでね、波のサイズは肩から頭、風は少し気になる感じですかね。で、北より、うねりの向きは東、天候は晴れです。風は穏やかエリアが多そうです。ちょっとね、気温が上がるかもしれないんで、海風が気になるかもしれないですけどね。波はキープからアップ傾向ではないかと思います。というところで、明日の出戻りサーファーエンジョイレベルは星 3.5 ですね。風は気になるエリアありますが、全国的には穏やかそうです。波やサイズを上げるエリアもありますが、全国的にはキープ傾向じゃないかと思います。はい、それではですね、今日の追伸は、今回も好評だったサーファーへ100の言葉よりお届けいたします。サーファーへの100の言葉、久しぶりな気がしますね。じゃあナンバー90ですね、ナンバー90、それではね、読みたいと思います。ミッキームニョス、ミッキームニョスの言葉ですね。ミッキームニョス先生の思考に富んだメッセージを一つ。それでは読みます。波に乗っているとき、たとえ錯覚の中だけでも、
速度は光の速度を超えることがあるのではないかと。もしそうならば、我々は時間を止められる、つまり若返ることができるんだ。ちょっと長いですけどね。波に乗っているとき、たとえ錯覚の中だけでも、速度は光の速度を超えることがあるのではないか。もしもそうならば、我々は時間を止められる、つまり若返ることができるんだ。すごくなんかね、いいですね。思考に富んだメッセージね。いやー、ミッキー・ムニョスの教えですね。資料深い本質についた彼の言葉からね、学ぶべきことは多いですね。この言葉もサーファーとして噛み締めておきたいメッセージでありますね。波に乗っているときね。いやでも本当にそういう瞬間ありますよね。自分が初めて波に乗ったときですかね。波に乗っていい波ですね。いい波に乗れて横に行けたとき。これね、御宿でね、波に乗ったときの、若いときね、御宿で波に乗ったときのことをよく思い出すんですけども、これはね、本当に一生忘れられないと思うんですよね。すごくいい波。すごくいい波で横に走っていく。多分ね、頭ないくらいかな、胸肩くらいだと思うんですけど、中部っていうね、言えるかなぐらいのね、波に乗れたんですね。自分ぐらいのレベルがね、レベルの、ね、本当に横に行けるかな行けないかなっていう、そんな時ですよ。それでもね、乗れたんですよね。その瞬間は本当ね、時が止まっていましたね。そういうのがね、そういう波に乗れるからね、サーフィンはやめられないですね。その時のやっぱりね、エネルギーがね、すっごいやっぱ活力になってますよね。やはりね、そういうことがあると若返ることができるんだっていうのがね、そのね、ミッキー・ムニョスの言葉っていうのがね、響きます。わかりますよね。はい。今日はね、ミッキー・ムニョス先生のね、尊いお言葉、ね、思考に富んだメッセージをお届けいたしました。というところでね、今日はね、一つお届けいたしました。いや、ほんとね、そういう、この瞬間をね、味わうためにね、自分らはね、日々ね、リクトレとかね、イメトレとかをしてね、次行くサーフィンをより楽しめるといいかと思います。それじゃあね、今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ、明日海に行かれる方は、気をつけてサーフィンを楽しんでください。じゃあまた、バイバイ。